1月4日、はい、東京ドームメインイベントで、IWGP の準決勝試験で岡田勝近対武士候補という試合が組まれましたが、率直に井口さんにとってどんな試合だと思いますか？まあ、東京ドームであのメインイベントっていうのはもう僕初めてなので、そこであの今、まあ、プロレス界で一番トップの、まあ、岡田勝親選手と戦える、この状況がもう最高に嬉しいなと、で初めての、まあ、1月4日1月5日の、まあ、2夜連続ですか、東京ドーム大会、まあ、これも新日本プロレスしても初めてですかね、プロレス界としても初めてですか、連続ドームっていうのは、うん、その中でメインイベントができるっていうのはもう最高に嬉しいですね。井口さんにとってこの新日本プロレスの東京ドームのメインのリングっていうのはどんな光景というかどんな場所というふうに今までお話されましたか？まあ、自分の、まあ、手の届かないところ、まあ、自分は行かないところだろうなっていう感じ見てましたね、単純にあの今日の東京ドーム大会のメイン楽しみだなっていう、選手なのに楽しみだなっていう目線で見てた側ですね、実際に井口さんもいろんなこう海外も含めて、はい、あの戦いを経験してきている中で言うと、このはい、どんな位置づけなんですか？多分世界最高のプロレス団体というのは僕の中では新日本プロレスだから、2019年に僕は新日本プロレスに所属したんで、だから世界最高のプロレス団体の世界最高の場所で、で世界最高のメインイベントができる、これもうこれ以上ないですよね、そこを今年勝ち取った、はい、勝ち取れたっていうのは井口さんの中では何がそうさせたというか、何でしょうね、もう自分の集大成というか、最後の、まあ、賭けじゃないですけど、プロレスに対しても自分の、まあ、選んだ最後の道だと思ってるんで、それがなんか結果として、まあ、16年目になりますけど、出たのかなと、はい、思います。まあ、その中で今話も出てましたけども、岡田勝親という、はい、チャンピオンと相対するわけですけども、井口さんにとって岡田勝親とどういう存在なんですか？本当にその憎しみ合ってるわけでもなく、あの純粋にその全てのスペックがやっぱり高い、もう全ての能力が高い、まあ、人間だなと、も素直に思います。プロレスラーとしても、はい、井口さんの評価としては岡田勝親ってどういうプロレスラーなんでしょうか？マイナスがないですね、もう全部100点みたいなイメージですね、はい。岡田選手に先ほどインタビューしたと、同じように新日本プロレスのリング上の戦いっていうのは世界一であると、その世界一の戦いの中でも最もこう光り輝くというか最高の舞台が東京ドームのメインで、でそこのチャンピオンを張っている自分は世界一のレスラーであるというふうに豪語していましたが、そのコメントを今ちょっと聞いていただいて、井口さん、なんか感じるものとか思いってありますか？僕もそう思いますね、そのまま、本当に今現役の中でも全部どの団体含めても世界最高のレスラー岡田勝親だと思います。そう思える理由というのは、まあ触れてみてもそうだし、今までやってきたことっていうのを、まあ、見てきたんで僕は、やっぱりそこを見ててもやっても、世界最高かなっていうのを感じますね。そんな世界最高のレスラーに戦いを挑んで、はい、ベルトを取りたいと、取るというところで向かっていかれると思うんですけども、そんな井口浩太というプロレスラーは自己評価としてどんなプロレスラーですか？自分は
落差がいろいろ激しい部分があるんで、自分で言うのもあれですけど、やっぱマイナスの部分もあるんですよ。0点以下の部分も持ってるけど、150点ぐらいの部分も持ってるんですよ。その部分で勝てるんじゃないかっていう部分はちょっと持ってるんで、ええ、可能性としてはゼロではないんで、うん、むしろ勝てると思ってるんで。もしかするとその150点の部分っていうのが、岡田さんが井口さんに対して抱く怖い部分っていう言葉に集約されてるのかもしれないですけど、まあよくそのファンの間でも、はい、あのレスラーの間も井口さんのその秘めた一面といいますか、こう、まあ、切れるなんていうふうに表現されると思うんですけども、そういったこう一面が岡田さんとしてはまだ出会えていないと、はい、井口幸太のそういう一面と出会えていないと、まあ、出会えた上で勝ちたいというふうにおっしゃってましたが、うん、そういったコメントを聞いてご自身はどう思いますか。多分ですけど、誰も出会えてないものを僕はまだ持ってます、はい、それが出せたら多分勝てます、うん、それは今までの井口さんの戦いの歴史の中でも、はい、まあ、自分自身も出会えてないとか出していない、出せていない部分がまだあると。出していないに近いですかね、うん、部分がありますね、はい、それが 1.4 で出れば 1.4 で出れば勝てるんじゃないかなと、はい、あの、まあ、1.4 のメインというのはまず最大のターニングポイントだと思う、ターニングポイントが、ターゲットだと思うんですけども、その中で 1.5、はい、武さんが G1 を取ってから言い続けてきたダブルタイトルというのが先日決定しましたけども、はい、決定してみて今感じる感想を。そうですね、自分の夢っていうものがあって、その単純に IWGP ヘビー級のベルトとインターコンチネンタルのベルトを取りたいっていうわけではなくて、ベルトが欲しい、もちろんそれもありますけど、やっぱりそのプロレスを広めていきたいっていう部分が一番大きいので、2つ持ってた方がまあ発言力は増すのかな、うん、でこの 2連続ドームでベルトを取るっていうこと自体がやっぱりすごいことなので、よりこう世間にプロレスを広めることができるのかな、うん、それはあの世界最高と井口さん自身も認めるプロレスラー岡田和親が持ってるベルトを、はい、一本奪うだけでは物足りない、一本奪うだけでは物足りない上にさらにインターコンチのベルト、うん、これはまあ僕がちょっと特別なベルトとして思ってるんで、そのベルトと、まあ、合わさったときに、まあ、すごいことが起きるんじゃないかなと、ええ、でそのプランが自分の中であるんで、はい、まあ、それを現実、うんうん、なるかな、うん、なればいいなと思いますね、うん、インターコンチのベルトに対する解釈、はい、考え方、思いはレスラーの中にもファンの中にも様々あると思うんですけど、はい、まあ、岡田選手は金メダルと銀メダルと表現しました、はい、井口さんは会見の中で最強と最高という表現をしましたが、はいはい、改めてそのインターコンチのベルトっていうのは、ユーさんにとっては先ほど、まあ、特別なものという表現もありましたが、改めてどんなベルトなんでしょう。インターコンチ、ベルトって金メダルだけだったらもう1個でいいんじゃないかっていう、うん、僕はその最強の金メダルは IWGP ヘビー級だと思ってるんですけど、最高の金メダルはインターコンチだと思ってる。でも IWGP ヘビーにも最高の部分を持ってるとは思うんですよ。だから最強と最高を持ってるのを IWGP ヘビーあるんですけど、それは分かるんですけど、インターコンチはまたちょっと違うかなと、うん、どっちがじゃあ最高の部分だけで争ったら上かって言ったら僕はインターコンチだと思う。だからどっちも金メダルだと思ってるんで、うん、そこまでもやっぱり僕が2人、まあ、尊敬している、まあ、先輩が持っていたベルトっていう部分がやっぱりちょっと、うん、自分の中で特別なものなのかなっていう、うん、相手そのお名前を聞かせていただくと
人は棚橋さん、もう一人は中村さん、はい、その二人が巻いていた大事にしてきたベルトだからこそ井口さんにとっても得ですね。そうですね、うん、全然ちょっと種類が違うんですけど、まあ、特別ですね、うん、王者としてはまだまだこう大会まで時間があるので、はい、今はまだ余裕があるというのがあるんですが、うん、まあ、井口さんと試合ができることが、まあ、本当にその世界一のリングで、うん、自分が世界一のレスラー で世界一の戦いを見せられる相手が井口さんであるというふうにおっしゃってたんですけど、はい、井口さんの思いを受け 1.4 の戦いっていうのはプロレスファンももちろんですけども、はい、プロレスにあまり詳しくない人に向けても、まあ、端的にこう分かりやすく説明すると比べてどんな戦いだと。多分まあ、僕もそうだと思うんですけど、まあ、岡田さんも分かりやすいプロレスだと思うんですよ。多分普通 そのプロレスを全く知らない人が見ても絶対面白いって思わせるプロレスができるっていうか、そうなるはずなんですよ、うん、ただ僕は面白いプロレスをやろうとは思ってないです、はい、今回に関しては、うん、でも面白いプロレスをやろうと思ってないんですけど、多分面白いプロレスになるんです、はい、絶対に、うん、でやっぱり、まあ、本当に岡田さんも言ってたんですけど、他のスポーツが盛り上がってるんで、うん、まあ、ここでもう一回ちょっと、うん、プロレスをちょっと上げていきたいですよね、うんうん、岡田さんの自分のストロングポイントは強さにある、はい、強さがあるというふうに言い放ってましたが、はい、井口さんにとってのストロングポイント最大のこう売りというのはどこになりますか。いや、僕の場合はやっぱさっき言ってた怖さの部分かもしれないですね。自分でも分かってないです。それが分からないから怖いですね。僕も怖い、うん、自分でもコントロールができない部分があるので、うん、その部分が一番強いんじゃないですか、うん、さっきのコメントも聞いて、はい、岡田選手に対してメッセージってありますか。そうですね、いや、もう世界最高の試合をしましょうと、うん、間違いなくその自負が、自負というか自信があると。自信はあります、はい、うん、そうなると思います、うん、ならないとおかしい、むしろ、はい、そんなので、ファン、まあ、岡田選手は8万人、2日間で8万人、はい、まあ、超前にすると、まあ、それがチャンピオンとしての、まあ、使命であり、宿命だというような話もしていましたが、うん、はい、まあ、まだまだ、多くの人に見てもらいたいという、広めたいというところもある中で、ファンの方に対してのメッセージとしては、まあ、やっぱりその生のプロレスを見に来てほしいなっていうのもあるんですけど、まあ、もう少しその前の段階ですよね、うん、まずプロレスを知ってもらいたい、うん、知ってでプロレスを見に行きたい、 1.4、1.5 を見に行きたいなって思ってもらいたいですね、うん、本当にこう憎しみとかジェラシーとか、そういった感情で戦う2人ではないっていうところだと思うんですけど、はい、ただその中でもちょっと個人的になってるのは、井口さんが何度かリング上で岡田さんにもうあなたばかりでは、まあ、ファンも飽きてしまうというか、はい、そろそろあなたじゃなくてもいいんじゃないかという、はい、ちょっとこう井口さんなんか少しこう毒のある、はい、コメントを投げかけたりというのはありましたけど、その部分に関しては何かこうメッセージというか思いがありますか。そうですね、やっぱり一人がずっと同じベルトを持ってても色は変わらないので、うん、やっぱり変えていかないと、うん、だから少し自分も、まあ、色を入れていきたいな、うん、そういう意味でやっぱり欲しいっていうものもありますね、うん、もうちょっと岡田さん飽きたよと。いや、岡田さん飽きましたよ、はい。